皆さんこんばんは、元男の子の青木かのんです。本日はわんこそばで有名な立花さんに来ています。でここで何をするかというと、ズバリ元男の子がわんこそば何杯食べれるか、その企画にチャレンジしていきます。でなんかお店の人に聞いたら、女性だとだいたい60から80行くかなっていうぐらいで、で男性が80ぐらいが平均だそうなんです。私は元男の子なんで、その記録を超えられるのか検証してみたいと思います。早速読みましょう。はい、ではわんこそばの仕上がり方を説明させていただきます。はい、こちら前掛けお首掛けていただいてね。はい、でこちらおかずです。召し上がっていただいても構いませんし、お蕎麦食べていくうちだんだんお味が飽きてくる場合もあるかと思います。はい、そういった場合はおかず食べながらお蕎麦味回転召し上がってみてください。はい、でこちら食碗です。お蓋外していただきますと中に薬味が入ってます。はい、ネギ、くるみ、もみじおろし、かつおです。お蕎麦は下のお椀で召し上がっていただきます。あらかじめおつゆくぐしているので、はい、もうお味がついてます。そのままの状態で召し上がっていただきます。はい、だんだん食べていくうちにお椀の中おつゆ溜まってくるので、溜まったおつゆ、これつゆ捨てです。こちらの方に置いてもらって、はい、いよいよお腹がいっぱいになってこれ以上食べれないとなりましたら、お椀の中のお蕎麦は必ず完食をしていただいてから先ほどのお蓋を閉めていただいて終了となります。一度蓋をなさいますと、もう一度開けて食べ残すことできません。時間制限ございませんので、はい、お蓋になりませんのでご用意してください。あ、わかりました。80杯以上でね、記念品とこの機能とご注意いただけるので、次に上がってみてください。緊張すんなこれ。よいしょ。はい、本当にもうね、一口くらいの量になってます。すごい。じゃあお椀とお箸をお持ちいただいて、はい、あとはどんどんとね、テンポよく召し上がってください。はい、いきます。はい、はい、よいしょ。はい、どんどん。おいしい。はい、じゃんじゃん。はい、頑張って。早食いもするんですかね。あのね、わんこそばって数をと思いであれば、うん、よく言われるのは満腹中枢を刺激する前にって、うん、バンバン食べちゃった方がいいってことですか。言われてるんですけど、だからもうちゃんとよくどんどんと食べていった方がいいかなと思いますが、うんうん、はい、じゃんじゃんじゃん。まだ美味しいわ、全然。はい、よいしょ。はい、どっこ、うん、じゃおつゆ捨てましょう。めっちゃ美味しい。今んちに休憩だ。いや、ペース早いぞこれ。意外とこれきついかもしれない。はい、きます。はい、はい、よいしょ。美味しい。めっちゃ美味しいですね。すごい。はい、はい、あのおかずとかね、よく使って構わないから、うん、好きな時にね、比べてね。やば。はい、よいしょ。はい、はい、どうぞ。これで女性平均です。60ね。あ、もう女性平均ですか。行きましたよ。行きましたね。まだ行けます。やば、苦しくなってきた。ちょっと今のうちに食べとかなきゃ。はい、よいしょ。はい、じゃんじゃん。はい、よいしょ。はい、やばい。あと5杯で80です。やばい、やばい、やばい、やばい。あと5杯、5杯頑張りましょう。100杯行きたいな。100行くと結構すごいですか。あの、皆さんきつくてもとりあえず100までは頑張ろうっていう感じで食べるので、うん、そんなにすごいとも言えないかな。女の人でもね、もう次に越しちゃう人いるしね。はい、よいしょ。
はい、ひとまずこれで80、女の子だとおめでとうです。男性平均80ですね、うん、はい、いきます。早いっしょ、あと20でしょ、頑張って、うん、早いっしょ、止まっちゃうとね、何も膨らんじゃうからね。味変えながら食べてみたら、うん、早いっしょ、うん、はい、よいしょ、はい、どんどん、はい、じゃんじゃん、はい、頑張って、はい、やばい、苦しい、これで90です、うん、やばい、死にそう、やばい、頑張れそうですか、あと10だけ頑張ろう、頑張ります、ちょっと一瞬待ってもらえますか、オレンジをちょっと口に含むとね、だいぶね、元気になりますよ。今にも、なんか破裂しそうな感じ。うんうんうん。おつんぽん、ウエストあるタイプです。はい。そしたらちょっと入ったら。あと10、頑張る。はい、よいしょ。素早くお蓋をしてくださいね。105杯で7人前ちょうどです。あと5杯ですか、頑張ってみますか、持ってきていただいてるんで食べます、はい、はい、よいしょ、はい、はい、やばい、やばい、あとそれ入れて2杯、はい、なんか上に上がってきそうな感じ。あ、じゃあしないね、あのゼロになっちゃうと。あ、なくなっちゃうんですね。食べます。これ105です。はい、蓋していただいて終了です。100。はい、お疲れ様です。ありがとうございます。美味しい。つらい。まだ美味しいわ、全然。めっちゃ美味しい。頑張りましたね。ありがとうございます。お名前書いていただけるんだけど、ここで大丈夫ですか？はい。一年金です。2種類あります。おー、すごい。新たな年金なんだけど、縁結びと子孫繁栄のお守りか、はい、かくまきの姉子のキーホルダー、こっちの方を選びいただけます。なんだろう。やっぱ、縁結びですかね。ですよね。はい。です。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いただきました。これが記念品だそうです。これ80杯以上ですか？そうです、そうです。あ、すごい。書きましたよ。苦しいって。苦しい。お腹が痛すぎる。なんとか無事、100を超えることができたんで、皆さんに見ていただきましょう。これやべえな。いくよ。いくよ。どうですか？これこんなこれやばいでしょ。今回は無事なんとか100皿を超えたということで、この辺で動画を締めさせていただきます。もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。 Twitter、Instagram、そしてサブチャンネル青木かなの秘密箱も画面の下ありますので、ぜひチャンネル登録してね。また次の動画でお会いしましょう。埋もれてゆく夜空の下。